こんにちは。ハドアップコンサルタントの三宅宏一です。それでは、アセンション大全、心と体の波動を高める思考法が自然に身につく動画講座を今からお届けしたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、第10話になります。第10話のテーマは、地獄に階層はあるのかというテーマでお届けをしたいと思います。 えー、よろしくお願いします、えー、私の情報源によるとですね、えーまあ、情報源は、えー、この世界を創造した大霊様、えー、いわゆる神様になるわけなんですけど、えーまあ、地獄界、えー、地獄というのは存在していて、えーまあ、その地獄はですね3つの階層に分かれているということを教えていただきました、まあ、3つ階層があるということなんですね でえーまあ、地獄の第1階層、第2階層、第3階層ってあるわけなんですけど、一番波動が低いあのところですね。えーまあ、そこには、まああのこの、この地球上で,です、ね、人間として生きていたときに、ちょっとね、悪いことをしてし,まったあのしてしまったという場合ですね。で、一番罪が重いことをした、えー、人。 まあその魂がこの一番波動が低い第三階層ですね、えー、そこにえ行くということになりますで詰罪、えー、軽い方に関してはまあその自国の第一階層に行くということですねでその第二階層はその第一階層と第三階層の中間ぐらいのえ罪の重さということになります でどんな罪を犯すとですね、えー、地獄に行くことになるのかっていうと、えー、やっぱり人間の生命に関することですね、えー、その生命に関することを、えー、行った場合ですね、えー、そういう場合に、えー、地獄に落ちることになるということになります。で、えー、一度、地獄界に行くとですね、あのまあ、自界で。 長い間過ごすわけなんですけど、えー、普通の,その天井界にいる魂よりも、えー、その長い時間いなければいけないわけですね次生まれ変わるまでに結構時間がかかるというふうに言われています。で大体今の人口でいくと、えーまあ、地獄に落ちてしまった魂は次生まれ変わるのに大体900年から1,000年ぐらいかかるというふうに。 えー、言われています、まあ、今後ね人口がどのように変化していくのかによってまたその,、えー、のー周期がね変わってくると思うんですけど大体まあ1,000年ぐらいかかると1,000年間地獄の中にいて、えー、その地獄の苦しみを味わわなければいけないっていうことなんですね。でまた生ま,れて生まれ変わって人間として、あのー、生活地球上でね生活することができるんですけどまたですね地獄に戻る必要があるんです。 要すするに2回経験しななけければいけないんですねで。またその、まあ、900年とか1,000年、えー、苦しい思いをして、えー、そしてまた人間として生まれてきてでそれでやっとあの、まあ、次亡くなった時はその天上界、えー、天国の方に、えー、移れるということなんですねですので一度地獄に落ちてしまうと、えー、もう2,000年以上、まあ、ざっくり2,000年ぐらいは その地獄を経験しなければいけないということになってしまうので本当に大変な目に遭ってしまうということなんですね。ですので、えーまあ、地獄に落ちないようにですね、えー、この地球上にいる間は、えー、悪いことはしないと、えー、いうことですね。どんなにその、まあ、いろんな誘惑があると思うんですけど、えー、あとはねその頭に血が昇ってしまって あのしてはいけないようなことをねしてしまうこともあるかもしれません。えそういうことが本当に、えー、ないようにですね、えー、過ごしていただければと思います。本当に一度地獄に落ちてしまうと、えー、大変なことになってしまいます。えー、まあ二度とね地獄に落ちないようにするためにそういう苦しみを味わうっていう、えー、まあ、趣旨だと思うんですけど、まあそういう目に会わないようにですね、えー、まあ、普段から自分の魂っていうのを磨いてほしいなというふうに思います。 結論としては地獄界地獄には3つの階層が存在するということになりますではですね人間は死んだら、まあ、死ぬわけいつかね必ず死ぬわけなんですけどその魂は、えー、何階の何階層目に行くのかっていうことがね気になりますよね、えーまあ、地獄に行ってしまうのかそれともちゃん,ちゃんとね天上界に行けるのか、えー、その場合は何階層目に どうね、行くことができるのかでそういう基準っていうのがちゃんとあるんですねその基準とは何かっていう話を、えー、次の動画以降で、えー、していきたいなと思っています、えー、また引き続きですね、えー、動画をご覧いただければと思います、えー、ここまで見てくださりあなたの大切な時間くださり本当にありがとうございますまた次のビデオでお会いしましょう